野さんです。ありがとうございます。この半分ですけど、そうです、3人だけ来ました。はい、まあいいか、あスタートの挨拶は後で、5人揃ってからにしましょう。そうですね、はい、そうしましょう。はい、待ちますよ、いくらも、はい、待ちます。最初は先ほどもお話ししたんですけれども、2月14日に発売された初のフルアルバムメロンの時に楽曲提供してくださった、はい、ムーンライトパレード、はい、その発音ムーンライトパレード、ムーンライトパレード、さすが本家はそれですね。ムーンライト、ちょっとディズニーっぽくなっちゃう。好きですもんね。大好き、思いましたよ、腕時計がミッキーだったから。バレたバレた、かわいい、すごい、ちょっとクール系なんですけど、あのチャーミングなところもたくさんある中村屋さん、私は知っていますよ。あかりんはね、ちょくちょくなんか待ち合わせとかがあったりとかね、こうスタートの会合で、はい、たまに会いますもんね。そうそう、会うと大体あかりんからこう、そうだ、大丈夫ですか、来れてますか、必ず連絡をいただくぐらいにはね、あかりんはもう私よりもしっかりしている。いやいやいや、何年もありがとう。いやいやいや、あのディズニースタンプを押し合ってるっていう。そうだね、混ざりたい、好きじゃん、混ざりたい、おー、ちょっと混ざります、混ざります、好きなんですよ、混ざろ、もうめちゃくちゃスタンプ押しますよ。じゃあ後でLINE交換しましょう。行きましょう。ここでその会話自由ですね。準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫でございます。はい、ね、先にムーンライトパレードです。え、そうでしたよ、ね、あ、ちょっと用意したやつの順番がね、ちょっと間違えて裏でやりましょうね。すみませんでした。ちょっとギリギリまでリハーサルなので、はいはい、あ、私がタイトルコールしていいの？ありがとうございます。もちろん、作詞作曲編曲、あとレコーディングも行きましたし、まあ、その後もろもろの作業まで全部担当させていただきました中村屋の楽曲提供曲を聴いてください。ムーンライトパレード。
ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。ピアノバージョンいいですね。めっちゃめちゃくちゃ最初のじゃんじゃ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 すごいかっこいい。やばいですね。簡単だからみんなぜひ耳コピして。一緒に歌いましょう。いやでもいいですね、この夜空の下でムーンライトパレードって、めっちゃいいよね。月がさ、ムーンライトに見えるの。ムーンライト、ムーンライト、いいですね。ピッタシの曲ですね。めちゃめちゃ良い。はい、続いての曲は、続いての曲はですね、はい、まあ5月なので、まあ、せっかくなんで、まあ、季節のね、うんうんうん、曲を歌いたいなと思いまして、ね、つい先日だったかな、まあ、母の日が、うん、あったと思うんですけど、みんなお母さんになんかしたかしら。ランチをおごりました。うわー、大人大人だね。ランチをおごる。あれ、あとは私まだ保留です。保留。私もまた保留組だ。今度あげようかな。あ、でも感謝は感謝伝えました。ありがとうはね、今泣きました。あなたは保留組だ。ベッドのシートをあげました。おー、実用的。さすが社会人。すごい実用的な快適な会議を。私はですね、久しぶりに今ちょっともう実家出ちゃってるので、かなり話してるんですけど、まあ、久しぶりに母親と LINE を交わしてですね、生きてますよっていう。大丈夫ですね。なるほどなるほど。はい、いいです。じゃあ赤にみたいにランチをおごれる女になりたい。そうですね。はい、じゃあそんな曲をねみんなで歌いましょう。では聴いてください。花水木。追いかけて白い
がとうございます。はい、いいですね、花水木って。いい歌ですね。泣きそうになった歌いながら、ちょっとね、じーんときた、じーんとくる、じーんとくる。でも、正直言っていいですか、はい、5月の歌って知らなかった。5月の歌なの？母の日の歌だよ。そっか、私知ってた。母の日の歌だよ。歌えばん、歌えばん。しかも自分で母の日って歌ってた。自分で歌ってる。そうだ、5月の歌だ。怖いわ。そうね、桜が終わったら花水木がね、うん、そうそうあって、覚えてくださいね、みんな。わかりました。ねえ、はい、名曲ですね。はい、そうですね。はい、続いての曲は、はい、その、名曲の後はですね、私の中村屋の、曲をですね、今日のスタートの皆さんと一緒に歌わせてもらえるということでですね、はい、大変な無茶ぶりだったと思うんですが。はい、ね、いやいや、そんなことないですよ。本当に中村屋さんの曲好きなんですよ。わー、聞いた、ありがとうございます。なんか耳に残るよね。めちゃ残る、残る、残る。あとね、歌詞が可愛いの。可愛いって言われた。ありがとうございます。ドマンダジメモリーズもムーンライトパレットも歌詞大好きです。おお、それは嬉しい。歌詞がトゥルントゥルしてるね。そうそうそう。わかるわかるわかる。キルキルみたいな。キルキルトゥルしてるんですよ。へえ。なんか。そんな。キラキラしてるよね。ことわかる。そうそうそう。キラキラしてる。そうなんです。そうか。ね、まあ、今日ね、皆さんお家帰ったらでもいいし、帰る途中でもいいし、ぜひあのファンタジーメモリーも合わせて聴いて、ね、いただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そうか、そう、そういう印象だったのね。嬉しいですね。ありがとうございます。だから次の曲も、うん、歌詞もらった時に、あ、中村屋さんだなって思いました。嬉しいですね。いい歌です。ちょっとどんどんハードルが上がっていくけど大丈夫かな。まあ、そんな、私の、中村屋の曲を今日スタンドの皆さんと歌いたいと思います。これからいろんなことに頑張ろうとしている人、今なので頑張っている人たちをどうか最後までついていってくださいという、そんな私の強い強い願いを込めた曲です。それでは聴いてください。 Follow me。少女なんだ、可愛いけどさ、迫り来る
ありがとうございます。ありがとう。じゃあでもまだ最後じゃないですかね。そうだね。はい、場所替えがあるんですね。少々の移動、少々の移動。このフォロミーはどこかで聞けるんですか。このフォロミーはですね、はい、iTunes とか、うん、レコチョクとか、あとなんだろう、LINE ミュージックとか、アワーとか、すごい、ダウンロード配信サイトのほぼ全部かな。あの、すごい。それこそあの月額で聴き放題のやつとかにもほとんど入れてるので、すごい。もう聴けます。いやすごい。もうみんな帰りにもうすぐ、そう、買ってくださいね。買ってくださいね。いいさ、よろしくお願いします。今日中村さん物販がないので、ぜひスタッフの物販なら並んでる間に携帯でポチッと購入してください。好きでしか。はい、はい、それではなんとあっという間に、うん、終わっちゃうんですよ。次の曲が最後になります。みんなも今日しっとりしてる。そうそうそう。みんなも穏やかな目をしてる。いいよ。そうですね。はい、最後はスタートの曲を中村屋さんとコラボしたいと思います。それではよろしいでしょうか。聴いてください。明日晴れる。
ないですが、もう終わりの時間となってしまいました。お山ですね。中村屋さんから何か告知などはありますか？メロンを買ってくださいありがとうございます。まさかのスタートの告知をしていただいて私からは取り急ぎまだ、はい、年内活動が決まってませんので、はい、まずはねトロミーを今日しっかりポチっていただけたらポチっていいじゃないかなと思います。はい、それでは今日のゲスト中村屋さんでした。中村屋でした。拍手を。最後の最後に、スタートから告知をしたいと思います。はい、はい、まずね、このトヨタシティズンミュージックバンクトヨタ市民音楽広場、いつも第1第3金曜日に行われているんですけれども、6月の1週目がちょっと都合によってできなくなってしまったので、その代わりになんと来週の金曜日に、5月25日かな、そうだね、に行われますので、ぜひお時間ある方はまた来週金曜日ここに19時にお集まりください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分ね、メンバーすごいいっぱいいると思う。ほぼフルメンバーだと思うので、ほぼです。ちょっと詳細はまた保険かけておきましょうか。スタートのホームページの方で発表します。はい、それでは次の告知を。はい、待って、違うのユリアからはい、ですね、あかりは3年連続、そして私は初めて、はい、名古屋の女の子のね、アイドルだけでやる舞台なんですけど、はい、レッドホットキッチンという舞台に出演させていただきます。はい、期間は6月の6日から11日まで、私たち2人はシングルキャストといってね、はい、ちょっと大きめの役、大きめの役全10公演全て、そう、10公演全て出させていただきますので、はい、お時間ある方はぜひ一社駅の、はい、最寄りが一社駅のね、はい、ウリンコ劇場っていうところがあるんですけど、はい、そこに遊びに来てくれれば嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、そのチケットについてなんですけれども、普段は、ホームページ、インターネットのカンフェティというサイトから前売り券購入することができたんですけれども、なんと今日から物販、この後の物販で、チケットを発売します。イエイイエイ。心苦しいかと思うんですけれども、一人一人メンバーごとということで、和久田あかりか島崎ゆりはどちらか選んでいただいて、何日の何時の回が見たいですって言っていただければ、チケットを購入することができます。そして、チケットを購入した方はですね、その名前のメンバー、私かゆりやのメンバーの、サインももらえるようになってます。カフェティでチケットを購入して、コンビニで発券したチケットでも大丈夫です。特典券なしで、物販の時に整理券だけ取っていただけたらサイン OK になっていますので、ぜひこの機会にご購入まだだよという方は券の方よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、なーちゃん、お待たせしました。はい、待ってました。はい、皆さん、6月16日の土曜日に私たちスタートの定期ライブ14が開催されます。場所は、バス東海ホールさんでですね、17時半から1時半開始します、はい、ということで、男性の方は前売り券1000円と、はい、超絶安いんですけど、はい、女性の方は、はい、なんと0円っていう、なんて安いんですかっていう、ね、しかも前売りも当日も両方ね、そう、どっちでも0円っていう、はい、もう女性大感謝デーみたいな感じなので、前より予約したらランダムチェキがもらえるんですよね。そうです、そうです、ランダムチェキももらえるし、はい、ドリンク代だけね、はい、払っていただければ、はい、もう実質0円、はい、男性の方も1000円ということで超絶お得なので、はい、しかも結構メロのね、そうなんですよ、収録曲、はい、普段ね、あんまりサイバーライブとかでもしない曲も、はい、あの時ぶりにやったりする曲もあると思うので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートでした。